じゃあこんにちは、はい、さあ最後です。デイリープレイ級ニュース最後の5番目な。もうこの5番目は豊さんが最近経験した野球トピックス、好きなこと話していいです。豊さん経験、そうお前ニュースもないぞお前投げてるだけじゃん俺に。そうです、勝手に今日ニュースというより か、 なんか豊さんの最近の野球関係トピックス。俺生まれて初めて、はい、お客さんとして球場に遊び行ったんだ、うん、もう全く仕事関係なく、俺今まで一回もないんだよプライベートで行ったことが。で行きたいと思わないから。思わないですか。いやそれはさ、はい、仕事でいつも行ってるところ遊びに行くか。行かない絶対行かないです。行かないでしょ、はい、でも、うん、ちょっと行きませんかって誘われてエキシビングの人と一緒に、はい、いや招待してくれて、あら、あなんかちょっと行ってみようかなと思ったの。はい、で行ったのよ昨日、うんうん、メットライフ。メットライフ、はい、そうです、はい、最初さ、はい、駐車場なんて関係者入り口にしか俺止めたことないしさ、車で行って。あそっか。でなんかこう入れると思ったわけ、何もなくても、うん、うん、どういうご用件ですかねあ高木さんとか言われちゃって、気づけますもんね。ちょっと遊びに来たんですけどって、いや遊びに来たんじゃここにはって言って、あでチケット見たらさ、はい、あ駐車場があったんだよ紙が。ああはいはいはい、はい、あこれですかって言ったら、はい、あそちらに止めていただけますかって言って、はい、ね、あ分かりましたとか言って、はい、押したら遠いなあ、遠いところにあるんですか。いやいや西武ドームがあって、はい、その上の方に、うん、すぐ上に駐車場があるんで、うん、あ、選手とかね、関係所と、はい、そうです、それがその駐車場ってこうぐるーっと降りていって駅の方に行かなきゃいけないんだよ。なんだと思って。遠くないですか。遠いですよ。いや遠いだろ、はい、いや近いですよとか言われちゃってそうなん、近いんだったらもうしょうがないなと言ったの、はい、それでその券を渡して、うん、あただなんだと、はい、で止めた、はい、遠いな。ほんでね西武ドームはね行きは坂になってんだ、ずーっと上りですか。はー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 言っちゃってほんならもうパコ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 だな、マスクが。そうですよね、はあ、息苦しくなってきますよね。もうすぐ汗かいちゃうしさ、はい、あ、ファンと一緒の動線で歩いてくるんですか。俺もどこ行っていいか分かんないね、このチケット。入り口、入り口が分かんない、ね、だって裏口からしか入ったことない。いやだからセンターバックスクリーンから入るでしょ、うんうん、そうですそうです。それ右か左かも分かんないじゃんでもどう考えても左の方は遠いなと思って、はい、右から行こうっつって右から行ったんだよ、はい、でまあ、関係者にこうチケット見せて、はい、これどこですかみたいな、うん、あっちのバックネットの裏の方ですとか、はい、でまたバックネット裏にこう警備員みたいなの立ってるんだよ、はい、これどこですかみたいな尋ねる。なんかちょっと寂しい気持ちになりながらそうですよね、これパスがあるのにさパス出さないでパスだったらどこでも入っていけるからさ、そこは出さなかったんですか。いや出さないよ、ちゃんとチケットで。そうチケット、はい、であそこのバックネット下ですみたいな毅然と、はい、なんだと思うね、なんか。まあ、ちゃんと乗ってますから、向こうは。で、こうやって見せたら、はい、どうぞ、みたいな。ああ、どうぞ、うん。で、入ったらどこに座っていいか分かんないじゃん。え、だって、いいや、このバックネット裏の下ね、はい、バーッと開いてて、はい、バッと、どこ行っていいのか分かんないしさ。あれ、今まで解説の席だと、もう決まってるんですもんね。まあ、大体決まってるよ。番号なんか書いてないですもんね。ほんじゃ、女の子こうなんか飛んできちゃってさ。はい、お席に案内します、はい、チケット見せてください完全迷子じゃないですか。いやいや、座ったらそこにもう選手がいるわけよ、はい、なんだこんな近いのかと思って。そうあえ解説だともうちょっと離れてますもんね。うん、ほんでなんかこうやって、うん、まあ鏡というかガラスに向かってこうやってスイングしてるんだ、はい、本当にスイングしながらこっち見てんじゃねえかとか思いながらさもう完全に一ファンじゃないですか。一ファンだよで、まあ、野球が始まったわけ、はい、じゃあ食事しましょうかって言うから、食事、お食事できるんだみたいな、はい、でも野球見ながら食事なんかしたことないじゃない。だから仕事で言ったら食事なんか先に済ますか終わって済ますかだから。そうです、見ながらなんてだって解説されてますもんね。見ながら食べたらいいのみたいなみんなでも食べてますもんね。そうそうそう、ファンはほんで行きましょうって言われて、はい、で行った、はい、取ろうとした時に、うん、だからまたおっさん飛んできて、はい、すいませんこちらの方で手続きをしてください。手続き、めんどくせえなんて何の手続きがいるんだって、
こうチケットがあんのに、はい、ここになんかバンドみたいなリストバンドみたいなのつけられて、はい、いやこれがもうチェックインをしたという証明らしいんです。ああ今あそうなってるんですね。そう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 、はい、で説明受けて女の子に、はい、はい、あのバイキング形式だから、その時は手袋をしてください。あまあ今コロナだし入らないんだよ、でかくて熱くてこんなんだってほらビニールでできてるからさ破れんじゃないかと思って、はい、こうやってはめて、はい、もうピッチピチですよね。そしたらさこれトレイみたいな、はい、で何があるかも分かんないんだよ、はい、でみんな順番で取っていってるからさ、まあ、後ろにね順番取っていいのかっていうさ、それも迷っちゃって迷っちゃって、はあ、ちゃんと入れられました。え、まあ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 、まあまあ、ある程度取ったんだよ、はい、こういうテーブルが用意されてこうやってね、はい、あのソーシャルになって置いたらさこんなになっちゃってるわけよ皿っていうかトレートレイが、ね、それは席でも食べれるんだ、席に持ってっても食べれるんだ。あ、だから本当にだからその何やろ、こういう立てるやつがこうついてて、あ、それがカチッとはまったら平らになるんだろうね。でも席じゃ食べにくいじゃない、選手もそこにいるしさ、もし分かったら嫌じゃない。あ、そう、あ、そう、だからこんな斜めになって食べる、わざわざ斜めになりながら食べてたんですか。それさ普通に考えたらさ、うん、皿を置きゃいいんだよね、トレーからね。そうですよ、食べにくいなと思いながら食べてたのね、はい、でもそこはドリンクもあって、まあ今ソーシャルだからアルコールは、うん、それはあんまり出さない、うんうん、でパッとこうやって見渡したらさ、今日のスペシャルフードとかなんとか書いてある、うん、はい、お好み焼き、あら、これは食べるしかないなと。でも散々食ったからなとか思いながら、はい、まあ、お好み焼きって言ったら、はい、こんな円盤みたいなのが出てきてさ、はい、ね、まあまあそりゃそうだよな、うん、こんなん出てきたらそれで終わりだからさ。いや、そうですし、まあ、いろんなものを楽しむために、そうですね、ちょっとずつね、うんうん、こんなのね、はい、でマヨネーズはお使いですかみたいな、うん、いや、お好み焼きはマヨネーズはいるでしょみたいな、それいりますみたいな、うん、これ探し始めてさ向こうがみたいな。でもあって、はい、美味しかった。美味しかった。美味しかった。ちょっとさ、まだ野球見てる話には言ってないですか。いや、野球は見たんだよ。食事中2回ぐらいまで。2回まで見てバイキングに行ったんですよ。でテレビもあるからさ。まあそうでしょ。球場だ。ものすごいテレビの数。じゃあそうですよ。だって球場ですもん。知らなかったですか。知らない知らない。そんな。じゃあバイキング。まあテレビは何か所かあるだろうなっていうのが知ってたよ、はいはい、もうテレビだらけだもん、まあ、四方八方さんでやる。じゃあその2階から何階かまではご飯食べながらテレビで見てたんですよね、モニターでっていう。そうそう、球場内の。そうそう、で何階ぐらいにまた席に戻ったの。いや戻らないの、そこから、はい、オーナーズなんとかっつって一番最上階にさ、はい、また食事ができるところがある。え、それなんか特別な。いや、そこにもデザートはあるんだよ、はい、だけど上行ってみましょうっていうから、はい、ね、エスカレーターでスーッと上がって、はい、そしたらそこから階段登らなきゃいけないんだよ、はい、エレベーターに乗るまでに、はい、ね、またはぁはぁはぁ言ってさ、またマスクマスクはパコ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 言ってみんなでさっき食べたお好み焼きのね匂いがね、マスクと言いながら、はい、で上がって、はい、一頃はぁはぁ言って、うん、そしたらもうなんか野球盤みたいに見えるんだな、あれ上から見ると、見るとそんな場所があるんだ、うん、そこでまあアイスコーヒーと、はい、まあそのデザート食べながら。ちょっとまたデザートの質も違うんですか。違う、そこは有料だから。ああ特別、下はチケットを持ってたら誰でも誰でもっていうか、はい、まあ、食べれるからね、はい、だからなんかこう申し訳なくなるよな特別なんで、ね、野球選手ってみんな好き勝手なことやってる中に一生懸命こんな真剣になってさああ打った打ったみたいな、あしゃあしゃあしゃあみたいな、だから片やね、だからお好み焼き食べながら、そうそうそう、ああ打ったって言われてるんですよね、うん、でもね、メットライフは素敵だな。あ、そのすごいよ。あ、そうなんですね。だからそういう
まあ特別な席だからね、まあはい、まあ、あのすごく堪能できたのかもわかんないけど、はい、神宮とかさ、はい、そういうのはなかなかそういう施設が整ってないというかさ、はい、それはもうヤクルトのものではないからね、うん、そうできないんだろうけど、やっぱ西武ってさ、お金かかってんな。でも、ですからね、でも、はい、みんな野球見ながらバクバク食ってんな。はい。なあ。私もだから。俺あんなに食ってると想像できなかったよ。本当ですか？うん。あ、知らなかった。知らなかった。あ、そうなんだ、ね。いや、それではファンっていうのはさ、すごいな。一、うん、本ポーンと打たれると、うん、あ、やべやべやべ、うん。もうみんなそうやね、やべやべやべ。そんなに？そんなに2アウトだよみたいな、やばいやばいやばい。そっか、だからプロ野球選手とファンの見方ってやっぱ違うかな。違うから。そうなんですよ。あ、もうこれはダメだ。ダメだ、そうそうそう。もうね、マイナス思考からプラス思考が激しいでしょ。激しい、激しい。よーしよしよしよし。そう、打つとすごいんですよ。そう、打たれるとやばいやばいやばい。え、こんな極端なのみたいな。しかも食べながら、食べながら、器用でしょ。もう本当にマスクパパコしながらね。そうですよ、そうですよ。でもね、あれだな、最近はさ、はい、コロナで、うん、もっと愛想がいいんだろうけどさ、はい、警備員ももうマイク、マスクしてないやつをこんなやつチェックしてんだよ。お前そんなチェックすんなよみたいな、楽しんでんだからって、うん、ちょっとでもしてなかったら飛んでって、はい、マスクしてください。まあ、まあまあちょっと待てよって、うんうん、まあまあそれも仕事だからね、しょうがない、それはしょうがない。まあバイキング取る時の手袋ね、もうちょっとでかいやつをね。もうまあ俺あの手汗結構確保なんだよ。お、はいはい。だからもう取りながら手汗だもんだって。すでにですか？もう脱ぐ時なんかこうやってひっついちゃって脱げないんだよ。だもうちょっと豊さんの手でも大丈夫なようなゴム手袋ね。そう、みんなスポスポ入ってたけどね。まあ、多分豊かさん。そうだな。ね、まあだけど、はい、いやー素晴らしいわ今の球場って。まあ、そうですよね。しかもほら豊かさんはその一ファンとかとして行ったことがないからね。なかったから余計にやっぱり新たな。余計にすごかったな。楽しみ方どうですか、まあ、今後。で帰る時にさ、西武ドームってあのなんていうの、センターから出ていくじゃん。うん、だから俺は混むの嫌だったから早めに出ようっつって6回か7回ぐらいに出ようとして歩いてたんだよ、はい、ね、そしたらやべやべとかいろいろ聞こえながら、うん、下りだけどね、はい、でも外野って遠いなこんなのしか見えないよ。それでも一生懸命応援してくれてるよ。いや、そうなんですよ、ファンは。なあ、うん、ファールなんか打ったか空振りかわからないのにさ、はい、おーしゃ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 みたいな。見えてるんですよ。見えてるんだよ。ファンには見方を知ってるな、皆さん。皆さん知ってますよ、やっぱり。本当に。ほんで出て行って、はい、また駐車場が遠い。母いな。さ、母いな。もう車に乗った瞬間にマスク取って、ああ。苦しかった。苦しい。まあだけど。やっぱ球場って今の球場って素晴らしくなってんね。その豊さんの時代、ね、昔とは違うな。綺麗になっ って昔なんかタバコの煙でもく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 さ、はい、してたけど、はい、今はもう綺麗になってるしさ、ね、椅子も西武線のメットライフって、はい、やっぱ全席ふかふかみたいな感じだよね。あ、そうなんですね。うん、あの座り心地が良さそうな椅子だったよ。おお、あ、じゃあやっぱりこうね、あの、うん、施設の改良だったりとかあるんでしょうね。そうそうそう、だからもう初めて行ったけどさ、はい、いやファンのその送ってくれる声援だとかさ、はい、本当に選手はね、うん、ありがたいと思わなきゃいけないし。そうですよね。まあとにかく食べ物がよく売れてるわ。みんな食べながらね。もうブックブックなどんどん思うぐらい気をつけないと。気をつけないとね。ちなみに豊さんはファンには気づかれました？いや、気づかれたよ。気づかれたけど、はい、ちょっと疑いもあるよね。え、こんなとこにいるみたいな。お、西武出身じゃないしな。確かに。あいつは確かそうじゃないかっていうような疑いだよ。疑いの目で見られたってことですね。うん、あ、でも一番上のレストランのお兄ちゃんには、うん、はい、皆さん、
何しに来たんですかって、うるせえよって余計なこと言うんじゃないよみたいな、ファンで見に来てるんだよっていう、そうそうそう、ファンじゃないけどあ、まあ、誘われたんですけどねそうそうそう、でもね、いい経験になった、あ、よかったです。いや、改めてファンのありがたさ、うん、ね、本当にみんな真剣に見てるから、うん、ね、だから気の抜いたプレーはやっぱ選手はしちゃいけないよって、そうです ね、はい、うん、あ、そういう、はい、終わったかもう閉めような、そうですね、はい。